やっちゃったね。これは完全にスクリームですね。この番組はキャラのスポンサーの提供だ。お疲れ様です。はい、どうも皆さんこんばんは。マイスクリーム講師のデスのお兄さん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。さっきさ、あのカメラの画角をチェックするために一回この見たんですよ。チェックしたんですけど、画面をもう目が開いてない今日は目が全然開いてない。なんで目が開いてないのかというと、レッスンを9本やった後の今夜10時過ぎだからですということでですね生徒様方もお疲れ様でございました。ありがとうございました。なんでこのレッスン後に動画を撮影してるかというと、もうこれは動画撮らざるを得ないでしょっていう感じの映像が YouTube にアップロードされておりましたので、今日もリアクション動画やっていきたいと思うんですけれども、今日取り上げていく動画がこちら、アドさんのアンラベル。これよ、見ました？僕は見ましたよ、もちろん。最初に上がった方のバージョンを、私、血眼でめちゃくちゃ何回も見たし、聞いたしっていう感じだったんですけれども、もう衝撃だったじゃないですか。まだご覧になってない方、ご覧いただいた方が絶対いいと思うんですけれども、もうめちゃくちゃな技術、詰め合わせ、ハッピーアソートセットみたいな、もうお中元のような歌唱が繰り広げられてたじゃないですか。あれのさ、武道館ライブバージョンが、アップされてたんですよ。で、かつ皆さんにもですね、たくさんリクエストをいただきましたのでですね、ありがたいことに。今日はちょっとこれをですね、ボイストレーナーの私が、ワーキャー言いながら、見させていただければなと思っております。で、今回なんですけど、もう、初見でお送りしようかなと思ってます。あえて見てないです。あえて見てない。その音源の方、音源バージョンの方は見たんだけれども、ライブバージョンはもう見てないんですよ。見てないから、その状態で、ちょっとなるべくあえて、リアクション、新鮮なリアクションとか解説をしていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんで見ていただければと思っております。こんな感じで、このチャンネルでは日々発声関係の話、ボイトレ関係の話、あとはリアクション動画とか日々アップロードしております。まだチャンネル登録お済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。噂はね、聞いてる。僕の動画にいただいてるコメントとかで、まあ、いろいろ伺ってますよ。僕にリクエストが来る理由も察してますよ。どうやら、ちょっとこう、シャウト屋さんになっちゃってる説がちょっと浮上しておりますので、ちょっとその辺もちょっと要着目しながら見ていきたいと思います。行くぜ！マジ楽しみ。やばいやばい。クリスマスプレゼントやん、こんなん。来た！教えて教えて、あーね。ここよな。はぁ。優しいっすね。なるほど。まずこのザ歌唱力問われポイントのこのファルセットの導入の部分ですけれども、なんかちょっと音源バージョンとニュアンス違いましたね。なんか前半は結構似てたかもしれないんですけど、なんか2フレ目というかさ、ちょっともう一回聞いていいですか。教えて、まあ、ちょっと優しいか、より優しさはあるね。教えてっていうよりは星へてみたいな、ちょっとこう、死因の感じはなんかちょっと感じますよね。欲しい。感はある。なんかね。なんか震えてるもんね、なんか。みたいな。うん。うわ。か細い。こことかもう声になってないからね。声にしてない。これあえてでしょうけどね。君がみたいな、なんつうの、このあえて虫食いにしてる感じしますよね。今見ずに、ちょっと強くここから行くのか。なるほどね。緩急ですね。どうなるの。ああ虫食いですね、ここもね。虫食いだよ。ここじゃない、これもうちょっと前。
みたいな、こういう雰囲気だよね。かすれてるもんね、これ。あえてだと思いますけど。いいとか。声にならないんだ。あフィスって。フィスってなんですよ。いいね。ああ。我慢。ファル。地声。ああ。ああ、最後またファルで。サビ駆け抜けたね。で、やっぱサビはさ、なんか、アロさんの一番気持ちいいとこっていうかさ、一番使い慣れてる、一番ノーマルのポジションですね。前あの声帯の専門家のリー先生と、撮ったリアクション動画の中でも出てきたけど、アロさんのこの時空の部分ですよね。軸足の部分で、やっぱサビはドンって一番気持ちいいとこでいってる感じしますよね。細かいとこいっぱいありましたよね、なんか。うん。意外とファルセット気味ですよね。ファル気味のミックスなんかもうほぼファルなのかっていうイメージだと思います。自己の成分は限りなく薄く、サビにこう向かっていくからガツガツっていくかと思ったら、そうでもないっていうね、とこですね。意外とね。で、このグルッってね、ちょっと巻き舌を入れて、かつがなってる。こう結構高いよ。アンラベルって D トップだから、D でこの感じすごいですよね。僕無理だな、普通に。うん。ああ、すごいよ。しかもなんか一周裏返ってるし、裏返してるしね、なんかね。うん。うん、うわぁ。裏返しがなり、裏返しがなりみたいな、繰り返してますね。ほら。ちょいちょいこのアドさん節ね、片はなんてこの抜け感がなくない、こう急にふわってめちゃくちゃ行くみたいな、そんなんかずっと地に足ついてたのに急にふわってめちゃくちゃ浮く感じのこのファル、あとやっぱこのか細さをね一瞬ここで入れてる感じするよね、ゆらゆらゆらってしてる感じしますね。優しく、ここファルなんだよね、ファルなんだね、ライブならではですよこれね。で強くないよ、で最後置きに行くっていうね。あーここもちょっと虫食わしてんだ、ウィスパーウィスパーしてんだ。ここ綺麗やったね、なんかここ綺麗綺麗、ここすごい綺麗な感じ、なんか照明とかもなんかすごい綺麗な感じだし、なんか今なんかモード入った感じしたし、なんかここリプレイ回数最も多い部分じゃん、これ絶対なんかあんじゃん、これ身構えなきゃな、これ。うわっ、やっちゃったね。これは完全にスクリームですね。これは完全にスクリームだね。やっぱできちゃいますよね。できちゃいますよね。できるでしょと思ってたらできちゃうね、やっぱ。で、ここで出してきましたね。え？これはちょっとすごいな、これ。感じ、感情がもうすっごい入り込んでる感じ。これはね、なんかずっとがらってますよね。なんかがむしゃらな感じでがらってる感じしますよね。でもコントロールしてると思うんだけどさ、ここが割とアドさんの得意な感じのがなりがずっと出てるポイントだと思います。でここね、ここがもうちょっとスクリームなんだよな。
わかる？うん、あげないってなってんのよね。わかります？みたいな感じで、ここですでにちょっとスクリーム感があります。で、めちゃくちゃ綺麗なスクリームっていうよりは、これもちろんあえてだと思うんですけど、どっちかっていうとなんだろうな、動けないっていうこの、もう動けねえよっていうこの感情の爆発感というか、エモさだよね。もうそっちを前面に出してるスクリームですよね。なんならちょっとホイッスル混じりみたいな、そういう感じもありますね。これ喉が太い状態が保たれた、割とスクリームだと思われますね。からの。うわ、ここもがなりは通り越してスクリームになってるよね。この次でまあスクリーム多分来るから、そこでここでちょっと助走的な感じでもうスクリームのポジションに入れてるよな。あと500回聞いていいですか、ここ。すいません。申し訳ない。俺が動けない。たまらんね、これ。あと499回聞くんですけど、ここ。ここさっきの一瞬のスクリームの部分よりちょっとタイトめで、結構よく使われる感じのスクリームにこっちの方が近い。なんかこっちの方が、もうさっきの方が雑って意味じゃないですけど、なんかこっちの方がちょっと丁寧めな、さっきのどっちかというとこの先部分に近い形のスクリームなんだけど、こっちの方がもうちょっとね、スタンダードのフォームに近い感じですよね。一瞬ホイッスル感あったね。ビヤーみたいな。わかる。みたいな、これやりたいな。あー、なるほどね。結構グラデーションになってて、前半は結構裏声っぽく入ってるんだけど、後半の方が割とこう地声感の目立ってくる感じに移行してる感じですね、これはね。裏声っぽいとこがあって、ホイッスルっぽくなって、裏声っぽくなって、地声っぽくなって、フィニッシュみたいな、そういうグラデーションがあります。もちろんこれ意識してるっていうよりは、感情の高まりでこうなってるんだと思うんですけれども、そういう移行の仕方してるよな、これ。みたいな。こんな感じかな。やば。アンの部分は歪んでないですね、これね。やべえな。そりゃリプレイします。やば。鳥肌でしょ？これ。飛び立っちゃうでしょ？鳥肌立つすぎて。ピアノの感じもいいっすね。もう、なんだろう、なんつうの、こう感情そのまま声になりましたみたいな、究極だね、これは。感情がそのまま吐露されてる感やばいね、ここ。ここの絶望感、変わってしまった、なんか虚無感やばいというか、変えられなかったみたいな、こういう感じじゃない、ここ虚無。ここも伸びるみたいな、絶望しすぎて笑っちゃってるっていうパターンみたいなさ、そういう感じしますよね、こう伸びるみたいな。ほら笑っちゃってるもん。こういうふんと震えてる感じ、なんか震えをなんか全体としてニュアンスとして結構押し出してる感じするよね、なんかね。ここもやってますね、ここもね、スクリームだね。ここもスクリームからほぼガナリに移行したような移行の仕方してます。そしてラスサビね。このアレンジ好き。
なんであのさ、激しくしたりさ、すっごいこう、歌声揺さぶった後にこのまた軸足に戻ってこれるんすか？マジで。奇想本能半端じゃないですよ、マジで。渡り鳥も真っ青。うん、本当に。すごいですね。戻ってくるんだから。あんだけやっといて。ほら。この気持ちいいとこにね。ああ。ここもやってんで、ここもスクリーンですよ。これをガヌーヤ超えてるよね、ここ。ああ。ここもね。ちょっとヨーデルがね。やば！緩急。緩急よ、緩急。ちょっと今のやばくないか？思い出してってやってるよね。こんな緩急。新手のツンデレですよ、これは。すごい。ここの緩急、えぐすぎない？まあ、全体を通してですけど、ここやば。で、またこう、メインの感じに戻る。めちゃくちゃやってますね。なんて破壊的なの、ここ。え？今、ものの10秒で起きた出来事ですよね。なんだ今の。これでスイッチ入ったんか、今のところさ。完全にスクリームやん。ファンがこれもっと増えちゃう、これ。そういう界隈の人たちの。ここ全部歪ましましたね、もはやね。これもね、スクリームですね、綺麗にね。ここはどっちかっていうとさっきのその感情的なスクリームに結構近いかもしんない。でも一方で、意外とこの合間に入ってくるのはやっぱ細かいっていうのもあるから、ちょっとコントロール感を感じますね、聞いた感じ。で、なんか、ここ丁寧め。丁寧め。ここはなんか、ちょっと感情感がある。その後の、ないでってこう、細く戻ってくるところからも、垣間見えますけど、ここはどっちかというとこう、感情優先みたいな感じがする。うん。もちろんその喉のフォームとしては、そんなめちゃくちゃ変わらないんだけど、優先度が違う気がするな。あーね。効果がないですね。何今の？軸足に、またメインの感じに戻ってからすげえ抜いたよな、今。ここ、問題のシーン。カトリーパラライスみたいな。なんかすごい、なんか酔っ払いそうだもん。なんかいい意味で。酔い止めをください、僕に。ちょっとこれ。なんかちょっと皮肉めいてる。くつーみたいな。あー、さ、切ないね。ここ好き。ここ好き。あー。やば。やば。やべえもん見ちまいましたね、これ。ここまで来ました、アドさん。ついにスクリームしちゃいましたね。解禁ですね、これ。まあ、ね、もちろんそのちょいちょいさ、楽曲の曖昧まで、これスクリームですねとか、もちろん今までの解説もありましたけど、がっつりだね、これ。ズブズブ、ズブズブですね、これは完全に。で、やっぱそのスクリームって、その人のクリーンの習慣が結構やっぱもろに出ることも多いんですけども、やっぱアドさんのスクリームは、やっぱ地声がさ、アドさん結構太いし、真ん中よりはちょっとローが強い感じ、ミドルローぐらいのことが多いので、まあそういう感じだよね。結構やっぱツツ感が強くて、太い感じのスクリームになってる印象があったし、
やっぱさ、スクリームもいろいろできるんですね。ちょっと地声寄りだったり、ホイッスル混ざってたり、裏声寄りだったり、なんかいろいろあって、さすがだなと思いましたし、で、普段はスクリームまではいかないことが多いじゃないですか。がなり声が多いでしょ。で、それでもいろんな声ただでさえ使ってんのに、スクリームも入ってきたから、よりこう幅広くなっちゃってるわけじゃん。でも、またこう、特にサビとかでアドさんの一番こう、真ん中のスポットにすぐこう戻ってこれるみたいな。この自由度はね、もう本当にバケモンっすね。違ったね。音源と全然。でもやっぱこの音源バージョンで僕が好きなアレンジとかも残ってて、その辺すごい好きやってなったし、このライブ見れた人幸せやなって思った一本でした。記憶を交換していただきたい、本当に。ということでですね、今回ちょっと珍しい試みで、ちょっと初見でお送りしたんで、なかなかちょっとこう細かい解説がね、できなかったな、だってちょっと今見終わって僕ちょっと若干のあれはあるんですけれども、まあちょっとでもね、参考になる部分があったら嬉しいななんて思っております。すいません。ということで、今回の動画良かったよという方、面白かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録この機会によろしくお願いします。ということで、デスノリ様本がお送りいたしました。バイバイ。